こんにちは、心理カウンセラーの高森です。今回のテーマは怒りと悲しみの関係とはです。怒りそして悲しみっていうのは一見別々の感情のように思います。でもこれは非常に密接な関係にあることが多いです。で、感情にこう浅い深いっていうものがあるんですけれど、比較的こう浅いと言いますか、表面にある感情っていうものが怒りなんですね。まあこの辺りっていう感じでしょうか。そしてここへさらに掘り下げたこの辺りにあるっていうのが悲しみ、こういったあの位置関係にあることが多いと思います。よくあの怒りっぽい方いらっしゃいますよね。でこういった方もこの怒りの理由っていうのはそれぞれ聞いてみるともっともなんですけれど、でもカウンセリングなんかで深く聞いていきますと、だん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 この怒りっていうよりはなんか落ち込んできたりとか悲しい状態になるっていうことがとっても多いんですね。で結局のところこの怒りの原因っていうのは何か自分を尊重してもらえなかった、あるいは分かってもらえなかったということに対する悲しみ、落胆っていうのが本当はここにあるんだけれども、でもこれを感じると本当に自分側のこの壊れてしまいそうというか、こう撒いてしまいそうになるのでこう突っ張っちゃうんですね。そうするとその矛先がなんか外側に行ってしまって、それはなんか無理な頑張りになるっていうことはあるんですけど、時としてその分かってもらいたい、受け入れてもらいたいっていうその当事者、期待をしている方に対してこう激しい怒りっていうものが向くっていうことがあります。ですから本当はそのことのことをボロクソに言ってたりするんですけど、実はあの好きなんですよね。好き、あるいはあの自分を受け入れてもらいたいという期待を、大きな期待を持っているんですね。でそれが裏切られてこの落ち込む、悲しむっていうことが耐えられないので怒る、攻撃する、まあ、こういう関係になっていることが多いっていうふうに言われています。ですから一見この悲しみとか落ち込みっていうと悪いもののように思われるかもしれませんけども、実はこの怒りを感じているよりはずっといい状態ですね。より本当の自分に近い状態ですから。ですから怒りを感じた時にはこの奥に何があるのかな、何に対する悲しみなのかな。悲しみっていうのは基本的に期待していることが得られない、あるいは得ていたものを失ってしまったと感じた時に感じる感情ですから、そこに意識を向けてこの悲しみをしっかり味わう、丁寧に付き合うということをやっていくことが、この悲しみそして表面である怒り両方をバランスをとってより楽な状態、いい状態につながるルートになります。今回の話は以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。